ムギター読者の皆様、ガルネッシュの週でございます。今日はですね、新しいデモを持ってきましてですね、バリ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 弾きまくっておりますので、ぜひ見て楽しんでやってください。来たるですね3月19日にはですね、新しいシングル、アルセイシア・コーズ・ディス・アレというシングルがですね、発売になります。計4曲入っておりましてですね、タイトルにもなっているアルセイシアという曲と、コーズ・ディス・アレという曲はアニメのタイアップになってまして、オープニングとエンディングを担当させてもらってます。プラス、ゆうきさんが書いた曲と、僕が書いた曲合わせて4曲で22分以上の、ほぼミニアルバムレベルの上がっております。ギターもですね随所で弾きまくっておりますので、ぜひチェックしてください。3月5日にはですね、ライブ DVD がですね発売になっております。その中におまけ CD が付いてましてですね、アルセイシア、シングルに入っている曲なんですけど、アルセイシアの、ギターソロ違いバージョンが入っておりましてですね、それもなかなか聞き応えがあるんで、どっちもぜひチェックしてください。ライブの方はですね、去年の11月24日に行われた、ワンマンライブですね、イーストで行われたワンマンライブなんですけど、もうその時の模様がですね、すごい、もうすごいレベルの映像と音でですね、再現されてます。この前出しさせてもらったですね、ライブ DVD よりはるかに音質がさらに上がってますので、ぜひ楽しんでください。それでですね、5月にはですね、そのシングルを引っ提げまして、ツアーを行います。6カ所ほど、行かせていただこうかなと思っております。それでですね、その後々にはですね、アルバムを作って、また大規模な全国ツアーも予定しますんで、まずはですね、シングルのツアーに行ってください。
持ってるギターなんですけれども、フライングスターの2号機でですね、フライングスターレベルと言いまして、まず何が違うかというと色が違う。そらそうだ、D チューナーが付いておりましてですね、リップショット製の D チューナーでこれをオートスポットに乗ってすぐ D チューナーできるようになると、それから、EMG のピックアップが上がったりしていて、ノントレモロでここにミッドブーストが付いてるんですね。こうノブを回すことによって、こっちが若干出力が高くなる。なのでこっち直結で弾く人とかすごいいいですよね。こう回すことによって出力を同じようにして、直結でもすごい楽々弾けるようにすると、でまた戻してあげると綺麗にグリントンが出てくれるという、こうすごいもう何でもできちゃうギターです。また楽器屋さんで見ると思うので、ぜひ聴いてみてください。